10分瞑想メッセージ。6、永続的な幸せへの鍵は。危機物語。あなたの知性と感情のカーテンの後ろには、あなたのセルフイメージ、またはエゴが潜んでいます。エゴは本当のあなたではありません。それは、あなたが時間をかけてゆっくり構築した自分自身のイメージで、自分自身を隠している仮面です。エゴは、本当の自分ではなく、偽物であるため、あなたは、恐れながら日々暮らしています。それは、他人の承認を求め、コントロールを必要とします。そして、それは、あなたがどこに行ってもついてきます。エゴの囚われから自由になるには、どうしたらよいのでしょうか。これらのエネルギーを追い払う最良の方法は、自分の体を感じることです。ただ、単に、あなたの体の中に極在化された感覚を感じ、その感覚が消え始めるまで感じ続けてみてください。次に、どうやって、監禁状態から脱出するのでしょうか。あなたが内なる自己、本当のあなたと同化することを選ぶようになれば、脱出することができます。さらに、あなたが自由でいるということをどうやって知るのでしょうか。あなたが恐れや不安の代わりに幸せで気楽に感じるとき、自分が自由だとわかるでしょう。ある瞬間に、あるがままの状態に委ねて宇宙が味方してくれていると信じられるとき、あなたが怒りや不平不満を手放して許すことを選択したとき、自分が自由だとわかるでしょう。魂は、創造性、理解、平和、調和、笑いといったすべての可能性の源です。魂は、分類すること、レッテルを貼ることを超えた沈黙の場です。しかし、私たちが分類したり、レッテルを貼るや否や、それが、どんなレッテルでも、私たちは、本質の影を薄くさせるイメージを作り出してしまいます。エゴの世界は、時間の制約があり、一時的で、分裂していて、恐れに満ち、個人的で、自己中心的で、自分のことに夢中で、すでによく知っている物事に執着します。快楽にしがみつき、苦痛から尻込みします。スピリットの世界は、時間の制約がなく永遠で、過去や未来からも自由で、全体的で、喜びに満ち、開放的で、すべての物事が入手可能です。スピリットの世界は、共同体、洞察、愛の世界です。この世界は、現実で、絶え間なく、揺るぎなく、活動的で、創造的で、自給自足で、パワフルで、制限や期待や執着がありません。スピリットの世界が、すべてのパワーの源です。本当のパワーは、私たちの、最も深いところにある自分、真実とのつながりから来るものです。これが、パワフルな人が自己完結的であり、対象依存的ではない理由です。対象依存的とは、自分自身を、セルフイメージや自分の経験の対象、つまり外側にあるものに重ね合わせてしまうことです。経験の対象には、状況や、環境や、人や、物などが当てはまりますが、自分自身を定義するために、自分の外側にある対象を引用するとき、私たちは、対象に依存した形で考え、行動しています。対象依存が、不幸せの基本的な原因なのです。対象依存の反対は、自己完結です。私たちが自己完結的でいるとき、私たちは、自分を、変わることのない魂の本質である内なる自己によって認知します。私たちは、どんな情勢や、状況や、環境に置かれていても、素晴らしい気分を味わいます。なぜ、常に素晴らしい気分でいられるのでしょう。それは、自分のことを置かれている状況で認知せず、状況から分離された静かな目撃者として存在しているからです。それは、自分が何者であるかについて、誰からも脅かされることのない安全な状態で、そのことを誰かに証明しようとする願望もない状態です。内なる喜びは、情勢や、状況や、環境や、人々や物事から独立しています。
あなたが内なる喜びを経験するとき、あなたは理由もなく幸せです。ただ、単に生きていて星を見つめ、この世界の美を経験しているという事実や、生命の軌跡の中で生きていることを実感していることが、あなたの幸せなのです。人生の中のすべてが一過性で変化するものです。なぜなら、それが私たちの世界の性質だからです。しかし、あなたが自己完結的でいるとき、あなたは変化に逆らう代わりに楽しみます。自然に任せていることが、よりよく、また、自然であることの中に喜びがあります。自然に任せ、宇宙に自分を通して演じさせることがより良いのです。私たちは、ポジティブな心とネガティブな心の両方を超えて、静かで、判断しない、分析しない、解釈しない心になることを学ばなければなりません。言い換えると、静かな目撃者になることです。静かに目撃している状態にあるとき、私たちは、内なる静寂を経験します。純粋な静寂の中にいると、私たちは、自分の源と、すべてのものにつながっていると感じます。このつながりから生まれてくるものは、進化的で自然発生的という傾向や性質を持っています。静寂の中で、私たちは、ただ潮流と共に流れ、自然と、状況や環境や他人や自分自身に対して判断せず、分析せず、解釈しないようになります。静寂の中で、内なるエネルギーが自然に目覚め、各状況において、適切な変化をもたらします。喜びと悲しみ、幸せと苦しみは、反対の性質同士の遊び事です。それらは、すべて時間に縛られているため、一過性のものです。あなたの本質であるスピリットは、反対の性質同士の遊び事から離れたところにいて、永久不変の静かな至福の中に住んでいます。そして、あなたが、自分自身が純粋意識の場であることを知ったとき、あなたは、自分の源から生きているのです。それが至福です。あなたが幸せを探し求めることをやめて、すでに手にしていることを知ることが、永続的な幸せへの鍵です。もし、あなたが幸せを探し求めるならば、一生見つけることはないでしょう。もし、あなたが、幸せは、その角を曲がったところにあると考えるならば、あなたは角を曲がり続けるでしょう。幸せへの本当の鍵は、ポジティブさやネガティブさを超えた知性の場で生活し、遊ぶことなのです。その場は、あなたの源で、そしてそれは魔法のようで、神聖で、喜びに満ちていて、自由です。幸せと悲しみは、無限の意識の二つの異なる顔です。どちらも一過性のもので、あなたはそのどちらでもありません。なぜなら、あなたという存在は、無限の意識の片方だけの状態ではないからです。あなたは、すべての状態を表現している意識そのものなのです。人間の真の性質は、存在していることで、それは考えではありません。永続的な幸せを経験するには、あなたは考えを超えた場所に行き、内なる平和を経験しなければなりません。それはポジティブでいなければならないということではありませんし、悲しみを捨てて幸せを運び込むということでもありません。あなたは、それら両方を超えなければならないのです。超えなければ、それは、単にまた、別のバージョンのポジティブ思考です。あなたは、二極性の世界を超えて、純粋潜在力の場に行き、あなたの源に根ざして生きていかなければならないのです。あなた自身の経験が、対象依存的な場合、それは、恐れに基づいていて、あるがままの状態に抵抗しています。あなた自身の経験が、自己完結的な場合、それは、愛に基づき、あるがままの状態を受け入れています。自己完結的な人は自然で、他人の意見に影響されません。彼らは、無邪気で、シンプルで、子供のようです。神様、私を、ただ単に今ある状態のようにしてくれてありがとうございます。私には、良いところも悪いところもあって、すべてのものが、自分の中にあります。
私は完全です。自己受容、完全な自己受容は、自分を許すことです。あなたが自分自身を許し、自分自身を裁くことをやめたとき、あなたは、他人を裁くことをしなくなり、そして、世界で争い事が減っていくでしょう。すべての人間関係は、あなた自身の鏡です。あなたが深く魅惑されるか、不快に感じる人は、どちらもあなたの鏡です。あなたが、自分自身をあるがままに受け入れ、あるがままの自分を愛することができたら、あなたは、自然な状態になるので、非常に魅力的になります。自分自身を実に魅力的にしてみませんか？あなたの影を容認し、理解し、許してあげてください。あなたは、神の様々な顔だという事実を、愛情を持って受け入れてください。あなたは、無限の役割を演じるという運命にありますが、あなたは演じている役割そのものではないのです。存在という巨大な鎖の中、そこでは、誕生と死が、存在という永遠のドラマのシーンの始まりと終わりとなっていて、私たちは、皆、自分たちの想像を超えるほど、長い間、無限の数の役割を演じてきたのです。死んだ後であっても、私たちのスピリットは、他の役割を演じ続けます。私たちが演じる役からは独立しつつ、情熱を持って、その役を演じるには、役に飲み込まれないことです。このことは、宇宙意識の中に留まっているときに自然に起こります。宇宙意識の中では、生命の全体プロセスが自然に開花し始めるのです。私たちは、宇宙の知性が自分を通して演じるに任せることによって、さらなる喜びと気楽さを感じ、恩寵を受けている状態を経験します。あなたの周りで起こっていることは、すべて一過性のものです。もし、それが喜びや楽しみであれば、その反対のものが、少しばかり角を曲がったところに待っていることを確信できるでしょう。もし、それが苦しみや惨めさだった場合、やはり、その反対のものが、次の角を曲がったところに待っていることを確信できるでしょう。しかし、宇宙意識の中では、あなたは、この反対同士の遊び事からは独立していて、希望と絶望からも独立しています。希望とは、絶望の兆候に過ぎません。あなたが、私には希望がありますというとき、あなたは絶望するということをほのめかしているのです。あなたは、希望と絶望を超えていかなければならず、それは、あなたが、本当に、誰であるかに関する知恵に根ざすことによってのみ可能です。知識だけでなく、経験をもって、あなたが、自分が何者であるかという真実を経験するとき、存在するどんなものでも克服することができます。一旦、あなたの心が際限のない純粋意識の中に浸透すれば、両極端なもの同士の遊びごとに腹を立てることはありません。あなたは、二極性の世界を目撃しながら、純粋な潜在力の場の中で暮らすのです。これが、永続的な幸せの源に根ざして生きていくということで、そこがパワーと自由と恩寵の源なのです。